ビクトル・チェルケソフ、ビクトル・ワシリエビチ・チェルケソフは、ロシアの情報官僚、政治家、ソ連国家保安委員会出身の白引き、レニングラード出身。1973年レニングラード大学法学部、卒業。1975年から1991年のソビエト連邦の崩壊までレニングラード及び、レニングラード州の KGB 機関に勤務する。この時期には、 ロン派に対する情報活動に従事し、その中には民主同盟なども含まれる。1992年 KGB の後継機関である共和国間保安庁を端緒に連邦防衛用庁、連邦保安庁のサンクトペテルブルク支部を指揮した。1998年8月から2000年5月まで、ウラジーミル・プーチン、ニコライ・パトルシェフ両 FSB 長官の下で、 1> 第1副長官を務める。2000年5月18日大統領となった、プーチンによって、北西連邦管区大統領全権代表に就任する。2003年3月11日国家麻薬、厚生人材流通監督委員会議長に就任。2004年組織改編された、連邦麻薬、厚生人材流通監督長長官に就任する。2007年10月初旬。 麻薬監督庁の証拠数人は、連邦保安庁のエージェントによって逮捕された。この白引き同士の暗闘は、プーチン側近のイーゴリセチンとチェルケソフの確執、そして被害した白引き内部の権力闘争と、消息筋によって評論された。これに対しチェルケソフは、10月9日有力し、コメルサントニキ公しでセチン率いる、総裁委員会を公然と批判するに至り、 プーチン大統領は、チェルケソフの気構を適切ではないとしつつも黙認したと観測された。しかし、2008年5月12日チェルケソフは、麻薬監督庁長,長官を解任され、首相となったプーチンによって、調達局長官に任命された。この人事は、広角人事と観測されている。2006年7月6日来日し、麻生太郎外相を表敬訪問し、 麻薬対策などについて会談している。ありがとうございます。